こんにちは、こんばんは。マイメロ CB417 ことはーちゃんです。今回はセリアに行ってお買い物をしてきたので、購入品のご紹介をさせていただきます。では早速ご紹介していきたいと思います。まずはこちらです。こちらのラッピングやデコレーションにデコレーションペーパー 2P ということで、こちらのマイメロちゃんのデコレーションペーパーを購入しました。これはデザインがこのようになっていて、とっても可愛らしいデザインになっています。傘の中にマイメロちゃんとあとお菓子とかが入っていて、デザインがとっても可愛いなと思ったので購入しました。これはこのようなペーパーが2枚しか入っていなくて、2枚で100円なのでちょっと高いかなと思ったんですけれども、可愛かったので購入してきました。で、このシリーズはマイメロちゃんとキキララちゃんとキティちゃんがあって、私はマイメロちゃん とキキララちゃんを購入しました。キキララちゃんもとってもデザインが可愛くって、すごいキキララちゃんらしい夢可愛い感じのデザインになっています。こちらも同じく2枚入っていますね。で、次はこちらです。こちらのデコパンズペーパーというものを購入しました。こちらは5枚入っているものなんですけれども、小柄が角1枚入っているということで、こちらを購入しました。私はこの表紙っていうか、この一番前に入っているこのパンのデザインがとても可愛いなと思ったので、これを目当てに買ったんですけれども、その他にも白クマがパンを食べてるデザインとか、あとリボンもすごい可愛いなと思ったので購入しました。デコパージュ私普段やらないんですけれども、何に使うかはまだ考えてないですね。デコパージュとして使わなくても何かに使えるかなと思って、これは少ししか枚数が入っていないので2つ購入してきました。で、次はこちらです。こちらの折り紙を購入しました。こちらはデコレーションペーパーっていうことで48枚入っています。デザインがピンクのものと、ちょっとピントが合いにくいんですけれども、緑のデザインのもの と主にレースをモチーフにしたものですね。こんな感じでとっても可愛らしくて、こちらを購入しました。前から欲しいなって思ってたんですけれども、買うのを忘れてたりとかして購入していなかったので今回購入してきました。次はこちらです。こちらのマスカク便箋の新しいものが販売されていたので購入しました。こちらはすごい可愛くて、こういったバンビとかウサギとかすごく可愛いデザインになっています。こんな感じのちょっと線が見えにくいんですけど、ここは便箋になっていて、裏面がこんな感じの折り紙とかそういった感じのデザインに、折り紙っぽい感じのものですね。こちらは折り紙みたいだから使い方いろいろ、折り紙、手紙折りしたりポチ袋にしたり、可愛くて楽しい便箋ですということで購入しました。これは25枚入っているものですね。こちらのデザインとこちら、これなんか竹美樹さんっぽいなっていう風に思って買いました。すごい竹美樹さんっぽくないですか？これすごい似てますよね。はい、こちらは可愛くて購入しました。猫ちゃんのものですね。で、そのシリーズでこちらです。これはスワンとかペガサスとかそういった感じなんですけれども、これもすごく竹美樹さんっぽくて、シリアでこんな可愛いのが売っていて購入しました。こんな感じです。で、新デザイン、新しいデザイン最後なんですけれども、こちらです。こちらもなんかサーカスのデザインがとっても可愛くて、こんな感じになっています。これはすごく可愛かったので購入してきました。次に購入したものなんですけれども、こちらのミニスプーンプリティというものを購入しました。
これは10本入っていて、素敵モチーフでお弁当やスイーツを再演出ということで、まあ、お弁当とかには使わないんですけれども、まあ、ポケットレターとかコラージュとかの時に使ったら可愛いなと思ったので、ちょっと考えて使い道をちょっとちょこちょこと考えてるんですけれども、まあ、いい案が浮かんだら使おうかなと思います。ちょっと何に使おうかは現在考え中ですね。で、次にこちらです。こちらのこれはギフトタグ糸巻き型ということで、こちらを購入しました。これはちょっと後でご紹介するんですけれども、そのものを巻きたいなと思って購入しました。とっても可愛いですよね。こう糸巻き型になってるので、なんか麻紐とかそういうのを巻いたりできて、これは糸を巻いたりしてポケットレターに入れたいなと思って買いました。10枚入っていますね。で、そのデザインじゃない、そのこのタグに巻きたいなと思ったのがこちらです。乙女のファーというこちらを購入しました。100均で引き揃え糸とかは見たことなくて、引き揃え糸を持っていないので、でもなんか引き揃え糸かわいいなと思って、お裾分けとかでなんかポケットレターの紹介とかされてる方がいて、そういう、ね、引き揃え糸とか使っていたんですけれども、私はちょっと買えなかったので、近くで買えるものがいいなと思って100均でこちらの乙女のファーということで購入しました。なんかふわふわした感じでとっても可愛い糸になっています。これを巻いてお裾分けにポケットレターで可愛いかなと思ったので購入しました。この折り紙とこれとガーリーな感じで作ってもいいかなと思ったので、こちらを購入しました。次に購入したのがこちらです。こちらのカットクロスを購入しました。これは動画の最近床に敷いてるものがいろいろとなんか皆さんが見やすいデザインがいいかなと思って、今まで買ったやつとかだとちょっと目がチカチカするかなとか考えて、あんまりどれがいいんだかちょっとよくわからないので、どうしようかなと思って、最近はレースのものを使っていたんですけれども、こちらが今回売っていたので購入してきました。なんか似たようなの持ってる気がするんですけれども、まあ可愛くて購入しました。このデザインどうですかね。動画で見やすいかな。なんかピンクな、薄いピンクなんですけれども、白に見えませんか。なんか若干なんか本当はピンクなんですけど、動画越しだとすごい白に見えますね。これを引いて動画撮りたいなと思っています。次の動画で多分使うと思うので、はい。でもこれちょっと折らさってる折り目があるのでアイロンしなきゃダメかな。はい、こちらを購入しました。カットクロスというものですね。で、最後になるんですけれども、こちらです。こちらのコレクションとかをこういう風に小物とかを立てたりするディスプレイスタンドというものになります。S サイズを購入したんですけれども、これすごい、なんか私プレッサーをね、スイーツデコのプレッサーを未だに持ってなくて、買おうかなって迷ってたんですけど、値段がね結構高いんですよね。1000円ぐらいして、でなんかちょっと高いなとか思って、でもスイーツデコいつもやってるから買わなきゃなって思ってたなら、これがセリアで売っていて、ちょっと電気映ってますね、すいません。で、これをこうプレッサー代わりになるかなと思ったので今回購入してきました。こういう風にもうこれにすごい似たプレッサーが売っていて、こういう風にこうやってプレッサーそして使えるかなと思って購入してきました。こういう透明のものって真ん中にポチってなんかね、これを作る時の多分なんかあれなんでしょうけど、真ん中にマークみたいなポツっていうのがついてたりとかして、それがスイーツデコについちゃって嫌だったんですけれども、今回こちらのプラスチックじゃなくて、なんだっけこれ、こちらが
何もポツっていうのがついていないので、スイーツデコのモチーフにもつかなくていいなと思ったので購入しました。これでちょっとスイーツデコをプレスして、こう挟むじゃない、こうプレッサーしたらいいかなと思って、すごい似てるんですよプレッサーに。本当にこうやって使いたいなと思います。1100円とかぐらいして高いんですけど、これセリアで100円なので、本当にこれが良かったらいいなと思って、しかも透明なのでどれぐらい押しつぶしてるかも分かるし、すごくいいなと思って今回購入してみました。とこれが使ってみて良かったら皆さんもぜひやってみてくださいって伝えれるんですけれども、まだやってないので分かりませんが、すごいプレッシャー高くて買えないよって方にはおすすめだなって思いましたね。まだやってないんですけど多分良さそうです。はい、というわけで今回はセリアに行ってきてでの購入品のご紹介でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。